はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日はですね、先日アップした動画でですね、私が立ち具合ですかね、立ってこうなんかパンパンと竹のちっちゃい伸びてきたやつを叩いてきますっていう動画を上げたんですが、あれからですね、あれが撮影したのがちょうど16か17ぐらいの日だったので、今が23日です。今日は23日です。なんとですね、もう1週間ぐらいで、ありますかね、めちゃくちゃ伸びてるんですよ。1週間ぐらいでですね、本当、あっという間です。本当、竹やぶの整備と、よりもこう竹の子の処理をした方がいいですよっていうふうにコメントよくいただいてるんですけど、たまたま新さんと並行してですね、こっちの作業をやっていかないかなと。ということで、今日もこれ持ってきました。なんかいろんな名前があるみたいですね。皆さんのこう統一されてないのが面白いなと思いました。で、ありがたいことにですね、お月様のこう半月みたいなね、月型法ですねっていう風に言ってくださった方がいたらっしゃったので、この半月法と勝手に読んで使わせていただきます。すごく軽くて取り回しがしやすいので、ちょうど使えるかなと。今日もテンポよくやっていきたいと思います。で、ヘビ対策も一応してきました。わかりますかね、スネガードを、ね、ちょっと前だけしかカバーできませんが、ちょっとでもねヘビに襲われた時に対策できるように、で虫スプレーもいっぱいつけてきましたので、今日も頑張ってやっていきたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあ頑張っていきましょう。見てください、少ないですか、本当に。また1週間で、ですかね、なんだっけ、伸びてますね。いや、ちょっと見つかんですわ。頑張ります。ここは前回ほとんど生えてなかったんですけど、もう隠れてたんでしょうね、笹の下に。どんどん出てきてます。やってもうたー。何に当たったんだろう。めっちゃ綺麗に折れた。やってしまいました。竹の切り株がですね、笹の葉の中に隠れてたみたいで、キーンって当たりましたね。がっつり折れました。綺麗に折れちゃった。どうしよう、これもうどうならんですわね。しまった。楽しみさんにじゃあ報告しに行ってみましょうかね。からあるとかい。楽しみさん。どうしました。すいませんね。近いねカメラが。ちょっとごめんなさい、することが。何、こうしてまた。また。
ちゃった。また壊したの。すごいね。よく壊すね。あのね、竹の切り株が根元で切っちゃるとこよ、今チェーンソーで。うんうんうん、あそこをさ、笹の葉が結構かぶっちょるわ。うん、あ、こうよ、今手毛伸びちゃったかい。ざんざんやりったらさ、うん、切り株が気づかずにキーンって言ってすっ飛んだ。ごめんなさい。使ってなかったからじゃない、もう、もう結構だって普通に使ってて壊れんじゃん、あんまり。だからもう年数だったからさ、ちょっとここが弱かったんだろうね、もうね。そうかな、うん、だってこの前のやつ前は、実はですね、この前私三角砲も折ったんですよ。見に行く。ごめんね、仕事してるのに。いいよ、あんなに道具を大事にする楽しみさんのそばで私もう2個壊してしまった。どうしよう。すごいね、逆に。もうそんなでもあれよ、よく壊すね。ダメな使い方してんのかな。ちょっと待って、激しいだろうね。すごいね、本当ね。よく壊したね。綺麗にですね、スポンって取れたんですよ。こっちも壊したんだよ。ですね、この間ご紹介した三角砲ですね、あれですね、草を3回ぐらいで、そう3回ぐらいしか使ってないのね。ガリってしたらね、ボキンって折れた。なんでやろうね。硬いの、硬い草ですよ。まあちょっとでかいのとか根っこごと取れるのかなと思って、そこ背丈のあるやつをですねグーって引っ張ったらボキンって折れたんですよ。ごめんなさい。もう弱かったんじゃない。ね。どうやるか。ね、年数経ってるからちょっと劣化してたのかな。ちゃろか。しゃあないわ。申し訳ないです。これはですね、これ三角砲はなんか楽しみさんが根元を削れば、うん、サンダーでね、ちょっと削ってみようかなと思って、でこう多分入れ直せるよって言ってくれたんで、ね、ドリルでね、こう刺せばね、ちょっとね、長さが短くなりそうだけど、そう、別に問題ないよね、できるんじゃないかと言ってくださったんですが、いや、だって切れるのね、これまだね。ここだけ削ればまだ使えるから、これは別にいいんだよね。すいません、これちょっともやっちゃいました。すごいね、ほんとね、よく壊すね。壊したくて壊してんじゃないんだよ。俺、全然壊したことないけど、そんなに。わざとじゃないんだよ、ごめんね。何やっちゃろうね。ほんとごめん、激しかったっちゃろうか。まあ確かにこんなバンバンって叩いてれば、そら。いや、それでもやっぱでも、こう、あれじゃない。なんか弱かったんじゃない、接着がちょっと。接着っていうかもう板が割れてるよね。そうだね、劣化してたんじゃない。綺麗に根元、そのなんていうと、ハンダ付けじゃないけど、こうひっつけてる周りが綺麗に輪っかに。ね、しちゃうかね。どうせ使っちゃなかったし。もう最初で最後の仕事が。俺のインパクトとかやったらね、あーって言うけど。俺のあのマキタの工具とかさ。マキタの工具だったらね。マジか。そうなるけど、まあもうしょうがない。すいません、本当にごめんなさい。だステンレスやからだな、わかんない、もういいんじゃない、しょうがない。もう木絵の立ち窯ならあるんよ、ちょっと重いけど。いや、あれで山倉で切れば下からバーンって。あー、あっちで。そうそうそう、根元から。そうだね、いいんじゃない、山倉でやってみれば。山倉でちょっと、じゃあしょうがないよ、やりたいけど。ごめんね、全然いいってしょうがないってだから。だって使ってなかったから別にいいし。ありがとうございます。しょうがない、じゃあちょっと山桑で、はい、頑張ってみます。消耗品やからまた買えばいいさ。そういうとこは優しいよね。いや、そういうとこも優しいよね。はい、ということでごめんなさいしてきました。一応今度はこれを使ってみたらということで、楽しんさんの相棒ですね、山桑を借りてきましたが、ちょっとテンションが下がりました。申し訳なくてですね。ちょうどですね、根元切りしてるやつがやっぱ出てるので、そうですね、あ、振り下ろすと危ないですね。いや、反省。そしたら山くわでちょっと頑張ってみます。楽しみさんみたいに一発で当たらないのがすごいもどかしいですね。叩けるの、本当。